はい、伊勢神宮で皆様が一番参拝されるところですね。でこの先は撮影禁止になっているので、石段の上はダメですよっていうふうになっているので、自分で行ってみてください。で昨日は私はちょっとスーツで来てたんですけども、ちょっと皆さんが行かないところまで行ってました。でそれはスーツでないといけないので、一般的には別に普通の格好、私が今結構普通の格好しますけど、普通の格好で問題ないんですけど、で参拝していただいて、あと御朱印とかはまた社務所のですね、祈祷とかもそうですけど、ね、社務所の方に行ってみてください。今日もまだ7時台ですけど、もう多分300人ぐらい人いるんですよね。パラパラといる、大きいのでよくわからないと思うんですけど、結構な人数がいらっしゃるので、やっぱり皆様一生に一度は伊勢神宮と言われるぐらい、行ってみたいところなんでしょうね。私はなんか今年4回目ですけど、また参拝していきたいと思います。